クリスマスはどう過ごしますか。クリスマスなんかどうでもいいわよ俺は。関係ねえだろ。何を今さらクリやめなさい。年末だ。年末どうしようかな。まあ、多分ね、海外行くと思いますね。日本つまんないから海外行こうかなと思ったんですけど、これからギャルたちとですかってくんな。お断りです。ふざけんなバカ野郎。今ある行動数は15ぐらいありますね。なんか悪いっすか？なんか悪いっすか？ダメですか？うん、俺は一体、俺の、何？俺という人間はどこにポジショニングを置いたらいいんですかね？何人？日本人。だってじゃあ、何者？社長？会長？誰俺？タレントでも何でもねえし、この社員たちは何と思うのか？ここの社員たちはこれを見て何を思うのか？エイベックスも未来なさそう。そうかどうか、これから見ていてください。あんたね、本名で言えよ、本名で。ね。言えねえんだったら出てくんなよ。はい、さようなら、バイバイ。立場はかっこいいのに、喋ってる頃はかっこよくないのは、なぜ、立場もかっこよくないのに、喋ってることまでかっこよかったら、ただの嫌なやつになるでしょ。だから、やってるんです。どうって俺は何？かっこいいことを今喋るの？ね。ただあなた、多分聞いてないでしょ。言いたがっていい人を持ち上げるのが大好きなんです。赤スパが来たよ。何それ。パめっちゃ、いや今ちょっと99ドル来たんで、俺のオリジナル持ってきて。会長チーズお久しぶりです。はい、チーズお久しぶりです。久しぶりのライブチャットありがとうございます。極楽山本さんの結婚ドイツ戦、ドイツ戦しといて。待ってください、俺ニュース見てない。ちょ、一昨日まで見てたんだけど、今日なんか起きたのね。誰もこういう時にギャルは何にも答えてくれません。ギャルって使い物になりませんね。何にも答えてくれないの。ああ、ごめんごめん。俺戦争映画ばっか見てるから、ドイツがどっかと戦争して、またしてたっけなと思って、まあ独ソ戦の、なんかドイツ対ソ連の昔の映画だ。話かと思って聞いたけど、なるほど。極楽さんの結婚と、サッカーの勝利と、うん、この時期すごいニュースだなと思って、俺のチャットを見てるって変わってますね。あけまして あけましてちゃんとあけましてありがとうございます。これを世の中から、これを世の中からどう捉えられるか僕は知りませんけどね。なんだか知らないけど、ピカ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 光ってるね。このなんだかよくわからないシャンパンがありますよ。はい。なんかずっと俺戦争のドキュメンタリー見てて、なんでかって言ったらどうなるかわかんねえなと思ったから、日本も台湾もいろんなことを含めてよくわかんないと思って、いろいろ見とこうと思って見てたのよ。だからドイツ戦って言うとさ、いきなり、ドイツ対ソ連かみたいな話になっちゃっただけなんですけどね。すいませんね。はい、申し訳ございません。大体僕は下ネタ言っちゃうんで、注意されるんですよ。下ネタ行かないように、コメント、ああ、会長、ギャルに囲まれて楽しそうですねって、囲まれてません、別に僕は。女の笑い声もいやらしいね。僕は必要な時には何にも答えもしない、あいつら。シーンとしてる。どうなんすかね、あれね。